ここだけ、ブイブイ。ある男は、こう語る。この俺様の、本気を見たい？いいだろう。どんなポケモンも一撃で葬る、圧倒的火力を、見せてやるよ。ガラルズ看板号、199、ブースター。火力に命を懸けたこの男にかかれば、どんなポケモンも一撃で倒せるという。待ってその辺はさすがに無理。いやしかし、相性さえ不利でなければ、俺の本気を受け切れるポケモンなど、この世にはいない。一方ある男は、こう語る。風か。騒がしいな。敵の寵愛を受けし、我に挑むとは、愚弄の極みと言わざるを得ない。絶望の終焉を見せてやる。ガラルズ看板号、201、ブラッキー。彼の防御力にかかれば、どんな攻撃でも一撃で倒されることはないという。汚れた地上の民に教えてやろう。真の絶望とは、圧倒的耐久力により生まれるもの。そしてそれを持つ我、ブラッキーに。資格はない。ここで一つの疑問が生じた。宇宙最高物理攻撃力対、宇宙最高物理耐久力。この2匹が対峙したとき、一体どちらが勝つのか、ブースターか、ブラッキーか。クイズ最強をかけた戦いが今始まる。果たしてどちらが勝つのか。そのポケモンはこういう。俺のことをウィンディの劣化とかいうやつがいるがな、火力では俺の方が上なんだよ。おいやめろふざけんな。そう語るのはエオルチャンネルいじられキャラ担当ブースター。初代から登場している炎タイプのブイズ。彼の攻撃種族値はなんと130。攻撃に特化した場合レベル5の実数値は200。あのダブリアと同じ数値である。さらに特定根性、これにより状態異常の時火力がさらに上がる。またで俺は唯一王とかいう別称で呼ばれているらしいが、この動画を見た暁にはこう訂正してほしいね。バーミングカイザー。今回ブースターが実行する作戦をお伝えしよう。火力上昇要因として、特定根性の発動、天候ひねり、持ち物、命の玉、さらに手助け。そして使用する技は、元技が振り上げられるの、ダイバーンとなります。やりすぎじゃないかって？そんなことはない。手加減なんてものは、バーミングカイザーの名にふさわしくないからな。全力で叩き潰してやるよ。一方そのポケモンは、こう語る。この我を一撃で倒す。か。その希望は、もろくも砕け散ることになる。我が圧倒的防御力の前にな。そう語るのは、エオルチャンネル中二病キャラ担当、ブラッキー。第二世代で登場した、アップタイプのブイズ。彼の種族値は、HP が95、防御が110と、共に高い数字。HP に特化した場合、数値は HP 202、防御178。あのアーマーバーが遜色のない数値である。さらに今世代で追加されたシステム、ダイマックス。これにより HP は倍に、耐久力がさらに上昇することになる。我は以前、月の妖精、鉄星などと名乗っていたな。もはや今の我は、妖精だの王だの、その次元にあらず。ルナ、ゴッドだ。神とまで豪語する、ただの中二病、ブラッキーで、彼の実力は、一体どれほどのものなのか、その強さを、証明していただこう。パフォーマンスタイム。ここで用意したのは、攻撃特化のリーピアさん。あれなんか実験台にされそうになってる。されそうじゃないようなもんだよ。嫌だー。リーピアには命の玉を持ち、剣の前を継いだ状態で、ブラッキーに対して効果抜群の、スターフロスを打ってもらいます。何そんなにやっちゃっていいの？悪いけど倒しちゃうよ。倒しちゃダメな流れだけど倒しちゃうよ。暗い12秒マックロクロスケ。なんで俺そんな呼ばれ方してんの？いけー。しかし耐える、攻撃力を相当上げた状態での抜群技を、ブラッキーしっかり耐える。さすがにいけると思ったのに。抜群技をものともしない。これが神の力の理由ということだろうか。今回のブラッキー側の作戦をお伝えしよう。耐久を上げる手段は、ダイマックスのみ。補助技などはなしの状態で、攻撃を受けてもらいます。リフレクター。そんなものは使わない。小細工など、俺には必要のないものだからな。神の力を思い知るがいい。お次は攻撃側、ブースターの実力を見せていただこう。
タコを守るためにここで用意したのは、ボールに特化した、ピーピア。また私かよ、何回実験台にすれば気が済むのさ。大丈夫、これで出番終わりだから。いや、ここまで来たら最後までいさせ。今回リーピアには、日本バレと工場を発動した、ブースターのフレアドライブを受けてもらいます。はい、お前今コメント欄荒れてるからな。リーピアいじめないでってコメントで溢れてるからな。大丈夫です。相性が悪い件については、おっかのみを持たせているので。なるほど、それならワンチャン勝てるかも。私の防御力はブイズ中最高。ここでフレドラを耐えてバーニングカイバーカッコアラに解明させてやっ。しかし、一撃、火力上昇に余力を残した状態でも、問題なく確定一発。知ってた。これこそが、バーニングカイバーの名に恥じぬ、ブースターの強化力である。ここからさらに、命の玉や手助け、ダイマックスによる火力上昇がある。この強化力、どんなポケモンだろうが、消し済みだ。ここで、今回のルールを説明しよう。ルールは、ダブルバトルノーマルルール。勝敗はシンプル。ブラッキーが瀕死になった場合、ブースターの勝ち。ブラッキーの HP が残った場合、ブラッキーの勝ちとなります。皇帝の座につく俺に、倒せない奴などいない。相手が誰か走らんか、伝説の礎になってもらうぜ。神の辞書に、敗北の二文字はない。誰が来ようと、我が勝利の定めは不変なのだ。バーニングカイバーこと、最強の矛、ブースター。ルナ、ゴッドこと、最強の盾、ブラッキー。この矛盾で対決。勝つのは一体どちらになるのか。普段ふざけ散らかしているこのチャンネルに対し、本日はいつもと違う緊張感に満ち溢れています。実況は私、すべてのブイズの海の親子と EV が務めさせていただきます。ブースターと申します。ブラッキーだ、よろしく。さあ今目の前でホコタテ V 名物リーグカードの交換が行われています。リフレクターを使用しないと聞きましたが、本当に大丈夫ですか？体の黄色い模様まで黒焦げになってしまいますよ。あっとここでブラッキーを挑発。普段は煽られる側だというのに、ここぞとばかりに煽っていた。ふむ、忠告には感謝しよう。しかし起伝もいいのか、余力を残した我に敗北したとなれば、皇帝どころではない。ただのモフモフヘとなり果てるぞ。ブラッキーも負けじと挑発。さすが本家でも挑発を覚える奴の煽りは違うぜ。相手はシャワーズかと思っていたが、ブラッキーだったか。なるほど、当倍だろうが受け切ると。相手はブースター、これは想定通りだが、火力上昇が思ったより多い。文字通り全力ということか。いいだろう、相手として不足はない。我の相手としては、十分な実力のようだな。奴を一撃で葬り、奴の攻撃をしのぎ切り、お見せしよう。ブースターという名の皇帝による、起動しよう。ブラッキーという名の神による、伝説の目標。さあ役者が揃いました。緊張で身震いが止まりません。実況は引き続き綿毛の天使こと EV でお送りいたします。果たしてモフモフ皇帝ことブースターが勝つのか、ただの中二病ことブラッキーが勝つのか、皆さんもぜひ予想してみてくださいね。さあまず行われるのはブースターの火力上昇の準備。ブースターのサポートとして参加している AP がまず日本バレを使用。炎技の威力が上がります。またこのターン終了時、ブースターの持ち物、毒毒玉が始動。ブースターが猛毒状態になり、特性の根性が発動。攻撃力が上昇します。ブラッキー側は何してるのかって、暇ですけど、何か。さあ、早速 AP が日本バレをしよう。夏の暑さに拍車がかかるぜ。あ、ちなみに私は暇すぎるので、ブースターにメロメロでも打って、ちょっかいかけようと思います。ほら君に負けず劣らずモフモフだよなん。だと、私のメロメロが通らないだと、それだけ集中しているということ。ふざけすぎてすみませんでした。はい、おとなしく実況だけしていきます。さあ1ターン目が終了しました。ここで予定通り毒毒玉およびブースターの根性が発動します。そして次のターン、 AP がブースターに対しトリックを使用。 AP が持っている命の玉をブースターに渡します。これにて事前の準備が全て完了しました。さあ決戦の時が近づき、フィールドの熱気も最高潮です。モフモフが蒸れて熱いです。最後のターン、ブースターとブラッキー両名がダイマックス。 AP がブースターに手助けを打つことで場は整います。全力で強化されたダイバーンをブラッキーは耐えることができるのか、その答えが出る瞬間はもう目前に迫っています。さあお互いの準備が整ったようです。まずは両者ダイマックスをしていただきましょう。お前を
ここで打ち倒し。今こそ俺は、皇帝として君臨する。根性、フレドラ、若木から。ダイナー、熱苦しい工場が決まったー。日の光に次ぐ、輝きを放つ月の神。イザナギの右目、マスミの鏡。天に立ち、夜の薄みを知らせ。こちらも中二病詠唱が決まったー。お互いのダイマックスが完了。そして A 比が最後の補助技、手助けをブースターにしよう。晴れ根性玉手助けダイバーン。このブースターの、強化力を、ブラッキーは、受け切ることが、できるのかだ。耐えたなんと、ブラッキーは瀕死状態にならず、勝利の方向がやアクが、全く無関係の AP を襲う。なんでー、勝利を収めたのは、最強の盾、ルナ、ホットこと、ブラッキー。見事勝利を収めたブラッキー、そのお気持ちをお聞かせください。いやー、なかなかに危ない戦いであった。神たるあれを、ここまで追い詰める者がまだいたとはね。完了したよ。相変わらずの中二病ですね、恥ずかしくないの。そして惜しくも敗れた、ただのモフモフこと、ブースターさん、ただのモフモフ言うな。いや、しかし乾杯したのは事実だ。これを機に、さらなる火力を目指していくぜ。あなたが頑張るべきは素早さか耐久だと思うんですけどね。最後に、素晴らしい戦いを演じたお二人に、拍手。そして皆様、ここまでのご視聴、ありがとうございました。最後にダメージ計算の結果を載せるので、チャンネルはそのままで。俺に有利な乱数だったんじゃないか。お前運悪すぎんか。